皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。こんなにひどい小説は初めてというぐらい中身がなくてひどかった小説ということで、Kindle 読み放題でめちゃめちゃ高評価だったので、思わず読んでしまったんですけれども、こんなひどい小説、本当に時間の無駄です。夏蓑蛍という本なんですけれども、これ見てわかる通りですね、924個も評価がついていて、4以上の評価と。大概ですね、Amazon レビューで面白いやつは面白いんですよね。で、読んでみた、本当にひどかった。で、ひどかったんですけど、ただやっぱりなんか、どこかで面白くなるんじゃないかとか、何か事件が起こりそうだみたいになって、いや、きっともうちょっと我慢すればきっとこれ高評価だし面白くなるんだろうと思って、仕方がなく最後まで読んで、これだけみたいな。何それみたいな。いや、もう本当にひどいです。いや、なんていうか、例えばこの夏美さんっていう人物像がまるで浮かび上がってこないんですよ。なんか、なんていうのかな。いや、こんだけ、夏美さんとその彼氏とか、全然その人物像が湧き上がってこないっていうか、いやー、なかなかないんですよ。いや、なんかほら、小説って読んでるうちになんとなくこんな人なのかなとか、なんとなく自分の頭の中で映像が浮かぶじゃないですか、人物の。全く浮かばないんですよ。ただの記号みたいな感じでしか出てこなくて。で、しかも、なんなのこれみたいな。なんでもひどい。で、あまりにもひどいので、ネタバレしますけども、ネタバレね、嫌な方はここでストップして、どれだけひどいのか読んでいただければと思うんですけど、いや、なんか結局、何も起きてないよねっていうか、で、なんか知んないけど、例えばですよ、この主人公が、なんか、カメラを目指している学生みたいな感じで、それのなんかもうちょっと葛藤みたいなのを描くみたいな感じになってれば、そこをね、すごい中心にするんだったらいいんですけど、なんかそこはなんか別にって感じで、で、なんか、すごいなんか、うまくいかなかったのに、簡単に賞を取っちゃって、ハッピーエンドみたいになって、いや、なんだそれはみたいな話ですし、で、しかもこれ本当にすごい不思議なのは、いや、この彼と彼女が出てきて、この家に遊びに行ったりするわけですけど、一つも喧嘩とかもしないんですよ、なんか。もうそういうとこからして、なんか全然こう、なんかリアリティがないっていうか、で、なんかしかも初めはなんか、仏をね、掘る人の話なのかなと思って、そこすごい期待できるから、なんかそこの人のなんかすごいね、生き様みたいな話なのかなと思って、でもそれはあんまり関係ないみたいな。で、なんかその人もすごい気難しいのに主人公とすぐ仲良くなっちゃったりとか、で、なんか案の定すぐ人殺して、なんか悲しいみたいなのもすごい軽薄ですし、いやー、これちょっとひどすぎますよ。とか、ひどすぎる小説が出ててもいいんですけど、こんだけ高評価をつける人たちがいるっていうのは桜なのか、それとも情弱なのか、どちらかだと思いますよ。この小説が面白いって、いや、小学校1年生とか2年生が読んだら面白いのかもしれませんけれども、小学校高学年からも中学生ぐらいになったら、ちょっともうこのぐらいだともうちょっともう、何それって感じになっちゃう。いやー、ひどかったです。いや、もう、なんでこれがこんなに高評価なのということで、皆さんこれ本当に読まない。で、しかも、つまらなくてやめられる小説だったらいいんですよ。もう2、3ページ読んで、あ、もうつまんねえと思ってやめちゃうからいいんですけど、なんか初めちょっと面白そうだし、で、何か起きそうだから、なんか起きるのかな、起きるのかなってつい読んじゃうし、やっぱ高評価だから、いや、これ途中でやめたらダメなんじゃないかって、やっぱどっか面白くなるんじゃないかって言って、全然面白くないっていう、だから時間の無駄にさせられる小説、本当ひどいので、ぜひ皆さんこれ読ま見てくださいって言うと、ここまで言うと逆に読みたくなるかも、その逆宣伝みたいになってますけど、いやー、なんなんですかね、これ、高評価つけた人は小学生、低学年なのか、桜なのか、情弱なのか、答えてほしいということで、いやー、もう本当にこういう、なんか、嘘つき高評価なのか、情弱高評価を本当にやめていただきたいなと思います。